国民投票、各自考えろこの国同様、すませんなよな他人ごとで、一人一人作る万人の声。 EU 王座に受かりだ、決めんのはリーダーじゃなく一人のみんな、カメロン首相のニーヤ思いから国民で決めんだ、世日本でも興味を持つべきだよ。選挙日はすぐそこ623、別名イギリス運命の日、2016すげえ年になるかもしんねえ。歴史目の当たり、思うより日本反応がない。聞いてみ自分自身の心に、この機に学べ一票の重み。 EU 離脱のメリット、良い移民が来ないように制御。 EU 離脱のデメリット、イギリス経済激しく停滞。どっちが正解かなんてない、国民全員分かってない、だから割れてる 50-50。 どうなる EU イギリスウィッチ。